剣行くぜ。伝説が始まる。戦闘セット、レッツゴーオン。伝説が始まる。スターチェンジ。ベースマスターホーソルジャー。募集した、はい、この質問なんか、はい、ちょっと行きたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、じゃあこちらにね、何個あるんですけれども、はい、スーツアクターさんとの思い出お願いします。まあ、ちょっとそのオーディションもあの話にも被るかもしれないですけど、はいはい、もう実はスーツアクターさんが決まってたんです。ああ、もともと、はい、あ、先に決まってた。もともと藤田君ってスーツアクターの方が決まってて、その方がもう僕よりも上、身長が上180まあ、後半ぐらいある。でも超かっこよかったよね、うん、妄想じゃん。そうで、うん、その方に合う身長っていうところで、そのオーディション時からも180前後の方を求められてた。あ、そうなんだ。そうなんだ。よかったね。でもそれってさ、割とさ、いっぱいね、いなくなるじゃん。そう、それちょっと助かるね。そうそう、藤田君のおかげで、まあもちろんホーソルジャーってその先輩のキャラだし、まあゆくゆくはそのキズチも身長高いから、そのやっぱそのレッドとまあ並んだ時にパワーバランス的にはいはいはい、そうそう、大きく見えるようなっていうところを求められてて。なるほどね。そうそうそう、そっか。そうだから、この藤田君にも感謝だし、もちろんキズチも感謝だし、確かに確かに、なんかいろんなことが重なってね。そう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 、うわー、そうだったんだ。そうなの。そっか、まずこのキューレンジャーが、そう、はい、俺もこれ思った。キューレンジャーが9人じゃなくて12人いる戦隊って知った時の、うん、これもう本当にオブラートに包まなくていいんで、はいはい、率直な感想お願いします。まあ大体予想つくんですけどお願いします。はい、そうですね、まあちょっといろいろまあ見た中で敵がかわいそうって思う時もある。ああ、そっちか、優しいわ。いやでもね、これがケイちゃんなんですよ皆さん、わかります。俺は違う。12人もいたら自分の出番が減るって思っちゃう。ああ、なるほど。でもケイちゃんは心優しい青年だから敵の方を思っちゃうよ。でも剣は違うよ。お前らそんな甘いことじゃみたいな感じで、お前らそんな甘いことで宇宙を救えないぞみたいなこと言ってんのに、逆なんですよね。だからケイちゃんは剣とは、ね、そうね、確かそうね、そうね、あんま自分の出番がっていうのはもうちょっとあんまなく、でもその、言うなればそういう意味では、その最初のそのオーディションはマジであるのかっていうのは不安だ。そっちね、これは国馬くらいでめちゃめちゃいるからね。そう、金銀もあるし、いるし、で、その唯一その追加選手受けたオーディションの、まあ、特急じゃもオレンジだったから、オレンジもいるしみたいな、ブラックもいるし、いやもうこれも色ない、スカイブ無理無理、もうこれもあ、これも追加ないわ、あ、これ、あしまった、これあれをちょっと追加選手のオーディションあると思ってたのにっていうところはあったから。なるほど、ね、そういう意味の12色をみたいなのは確かにあるよね。そうあって、うん、そうそうそう、敵がかわいそうだった。でもやっぱりそのそれぐらい強い敵なんだけど、やっぱ10人で敵を囲むとなんかちょっと敵をなんか集団でなんかね戦っちゃってるみたいなのがあるから、イカーゲンかわいそう。そう、イカーゲンが言うんすよ。お前ら俺一人に多勢に無勢で、あ、そう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 、お前こんなやってお前卑怯だなみたいなこと言うシーンありましたよね。あれはごもっともな、ごもっとも。いや俺も見ててこれは確かにずるいなって思ったよ。何も言えんかったもんね。確かにね。いやでもケイちゃんの優しさがちょっと出ちゃいましたね。こういうところで溢れ出ちゃうんですよね。他にも竹本監督との、ああ、それこそゴーンのね、僕らの回でね、はい、そうそうそう、の回でやっていただけて、スピーカーバンキー、さきちゃんとの回っていうのは、うん、そう、ソウスケがさきちゃんって最後ね、うん、この勘違いして、フルド青年と付き合ってると勘違いしてね、うん、お父さんみたいな一面を見せるあの4話、うん、スピーカーバンキーのあの回だったんですけれども、まあその竹本監督が一緒に撮った、その竹本監督が、うん、ツイッターのやり取りで、うん、放送数年後にダブルレッドだと思ったら実はコンだったという事実、これどう思いましたか。これもずっと俺は言い続けないとダメですわ。なるほど、言い続けてください。これ言い続けないと、さっきの味噌汁選手じゃないけどはい、はい、この色も言い続けないとダメですわ。これ当時僕が放送時代で入った時は、はいはい、完全にもうダブルレッドだった。ダブルレッド、ダブルレッドって言われても各所ダブルレッドって言われてました。はい、はい、もう完全にもう講師ともに見てたから、各所もてるね、いろんな大人の方々もダブルレッド、ダブルレッドって言ってた。ただルパンレンジャー、パトレンジャー、はいはい、ここの2大戦隊が出た時にこのオフィシャルの記事に
史上初のダブルデッド出ちゃった。うちらは口約束でダブルデッドダブルデッドって言われてたけど、はい、向こうは公のしかも大きな記事で史上初のダブルデッドってセンターに出ちゃったからやばいじゃん、あれみたいな、その時にあれうちらはみたいな感じになっちゃったの。そこでもう色失ったの。そうだね、ルパパとかね。そう、そこでいきなり色失ったんです。あれおかしいなって。俺たち、俺たちはって、いやもうずっとダブルって言ってたのに。けどもう公になったらもうそっちだし、史上初って言っちゃってるから。はいはいはい。みんなのラブレッドはもうそこからなの。なるほどね。じゃあタイムレンジャーは入んないんだ。あ、タイムファイヤー ね、確かにね。タイムファイヤーも赤じゃん。確かにね。ね、うん、そうやって考えたら赤の歴史って割とあるんですよ、2人は。あるんすよ。ほう。うん、で、そう消されたね。消されましたよ。え、じゃあ何残った色ので、なんかこう、で、そんな、そのなんか、その中でも多いのが多分コンなんですよね。このネイビー。セカンドカラーが。セカンドカラーがコンなんで。俺で言ったら、要はこれで言ったら、まあ、ソースケのジャケットも似てるんですけど、うんうん、赤が失って、俺黒みってことだよ、要はね、うんうん、言われてんのは。そうそうそう。ってことでしょ。そう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 なんです。やばいね。そうそうそう。セカンドカラーを言われるんだった。いや、そうなのよ。でもコンちょっと無理やりがあるよね、割とね。そうそうそう。だってずっとダブルレッドって言われてきたからさ、俺もずっと赤だと思ってて、俺も赤ですって言ってきてるし。赤よ。そうそう。赤だし、うん、やっぱラッキーにやっぱ勝るとも劣らないくらいのやっぱ活躍だったし、キャラの強さだったし、いやもうこれね、ダブルレッドと言わずして逆にコーンはな、無理があるだろ。そうよね、だって赤祭りとかにも呼ばれたこともあったし。あ、そうなの。そうそうそう、そうなんだ。じゃあ赤だ、赤だ。そうそうそう、で、いやそうなんだ。から皆さん赤ですよ。赤です。赤ですよ。これもう言い続けないと、やっぱ地球の民みたいに忘れ去られるんで、言い続けてください。いや本当にこの灯火はね、これ消さないようにしないと、消さないように。これ本当に僕今僕言ってるのは、その僕とスーツアクターの藤田君だけになっちゃってるから。もう今全部世の中に流されて。確かに。ルパンレンジャー、パトレンジャーがダブルレッド、そっからの歴史ですってなっちゃってるけど。分かりました、うん、このフルハラエスティールに刻まれました、うん、刻まれた赤と。皆さんね、赤で、赤でね、ダブルレッドで、ダブルレッドで、はい、挽回していきましょう。挽回していきましょう、はい、行ってきましょう。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと他にもあります。はい、ありがとうございます。映画の撮影の思い出なんかあれば。はいはい。おーい。そうだ、映画はあの、でもギャザンとかでコラボしたんですよ。そうなんですね。そうなのよ。だからやっぱ宇宙なんで、うん、やっぱちょっとその宇宙的なコラボはね、うん、させていただけて、うん、そうギャバンともコバン、うん、ね、あのコラボさせていただいて、でまあちょっとやっぱあの宇宙は広かったなって。広かったって。待って、地球は青かったみたいに言わないでもらって。いやでもさ、やっぱりさ、そのことあの宇宙連邦大統領やらせてもらってるじゃん、はい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 、でまあ旧レンジャーの中でもやっぱそういったポジションでずっとその、うん、やっぱこういろんなことあることをやっぱそのね、そうだね、こう第一線でこうやって、うん、自分が盾になるんじゃないけど、そうやってきたわけで、はいはいはい、うん、でそうなってくるとこうちょっとその一つのこう、まあ、強さみたいなのあるじゃん、うんうんうん、宇宙大統領として、ね、はい、でそういったところでそのギャバン来たら、うん、ギャバンの方がめっちゃ強いのよ。いやそりゃそうよ。まあ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 、そう、でもギャバンがめちゃめちゃ強くて、うん、宇宙の中のそのいろんな宇宙があって、うん、まあその平行宇宙じゃないけど、はいはい、そうそう、だからなんか宇宙連邦大統領、まあ、向こうももちろんそのギャバン的にもこう一問こう言ってくれてたけど、そうやっぱなかなかその宇宙連邦大統領もこう一つその強く生きづらかったみたいな。生きづらい、それは生きづらい。なんか宇宙の宇宙観の機微じゃないけど、はい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 、そういったものもちょっとね、非常に面白かった ね。確かに。どこまでここに行けるんだろう、どこまでがこうね、う、上下はないけど。そう。Gロッソの思い出なんかありますか。ああ、 Gロッソね、うん、いやのGロッソも、いやなかなか1日6公演やらせてもらってて、はい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 、6公演ね。そうそうそう、ちょうど僕らの時が、うん、あの日朝の時間変更があったの、放送の。待って、俺たち7時半でしょ、我々9時半からで、そこからなの。そう、9連からなの。そう、9連からの、9連の、しかも後期、うん、秋、秋口からだったから。あ、途中から変わったの。途中から変わった。引っ越し、引っ越し。びっくりする。じゃあ視聴率めっちゃ変わってくるじゃん。ね、ね、っていうところも多分結構大人の方々は結構ね、ドキドキもあったと思うんだけど、うんうんうん、そうなってくると、あの、Gロッソの最初の回と被るんだよね、放送自体が。確かに。そうなの。だそれはちょっと大丈夫かなっていうのはすげえ覚えてる。いや、だから、うん、みんな見れないよね。そう。わかるわ。でもね、俺たちのさ、時代もあったよ。うん、俺たちの時代は、うん、時間は被ってないんだけど、うん、みんな並ぶ式だったから、まあ、確かにね。だからみんな最終回とかは、うん、もう G ロッソじゃなくて、うん、その俺たちはスカイシアターだったんだけど、うんうん、そうかそうか、スカイシアターの外で、うん、ワンセグをみんなでこうやって
見るって昭和スタイルで、すげえ、やってたみたいな。雨天中止とかないじゃん。あ、確かにね、うん、しかもさ、映像を使った演出とかもさ、めちゃめちゃいい。そうね、うん、確かに。あれどうだった、俺たち去ってたことがないからわかんないんだけど、うんうん、やっぱどうなのあれは。あ、でもすごくね、その舞台上も広いし、うんうん、空間もあるし、うんうん、結構その立ち回りも、うん、それこそ効果的にやってて、うん、で自分たちもやっぱりこうテンション上がるよね。うん、上がるよね。ステージでこう立ち回りをやらせてもらえると上がるよね。そうそうそう。でまあでも本当あの1日6公演やらせてもらうし、まあ、結構立ち回りとかもあったりするんで、うん、まあ、本当にその、 で敵にやられるシーンとかあって、それやっぱ、ね、みんなからのその頑張れって声ね、あるじゃない。それがもう一番ね、もう醍醐味ですよ、ね、ヒーローショー。あれで本当に立ち上がれるんだよね。立ち上がれる。6公演目もきついけど、そうなの、あれまだいける。いや、そうなの、あれ本当にありがとうございます、ね、ありがとうございますだよね。子供たちは本当にやられてるってね、なってるから、あの声で本当に立ち上がれてた。いや、わかるわ、すごい、うん、これはもう本当やった人にしかわかんないと思うんだけれども、うん、これはね、本当にあの時にやっぱ助けられたよね。うんね、うん、そう、だから背中押してもらったしね。うん、あとそうか、 NG シーンで行くと1公演だけ、うん、あの剣抜けなかった時が絡まっちゃって、コートがヒラヒラのコートなんですよ。ああ、なるほどね。なんかいろいろこう回してるうちに絡まっちゃって、確かにちょっとね、長いもんね。そう、うんうん、最後の人たちが出なくて、はい、覇気で殺した覇気で倒したっていう。なるほどね、これ出ないから、どうやった、ちょっとちなみに再現すると、もうなんかもう再現するとこう、うん、ブワンなんかこう回してこうして、うん、で最後こっから持ってきてこういくところ、うん、こっから抜けないってなった時に、うんうん、シャンクスやでも感じたのか、一瞬回ったんだけど、その一瞬の間からみんなうわってやられてくれてマジでありがとうね。覇王色使っちゃった、使わせていただきましたね。あ、なるほどね、覇王色使いだったか。あと、あの1個だけ、いや面白い、出てくるね、南くん、本当に、本当に、はい、ね、いろんな1年やらせてもらってね。なるほどね。ちなみに、まあ今だからこそ言える、うん、まあそういった裏話、ちょっと撮影中のやつとかあります？ああ、撮影中か、うん、撮影中の裏話はやっぱり結構あの冬でも上羅になるんで寒でやっぱり最後の最後のシーンとかでこう結構ラッキーとかと一緒にこう、うん、でラッキーがこう助けに来てくれたりするんだけど、はいはい、それも結構やっぱ真冬の撮影とかになるから、うん、すごいこうもう瀕死の状態なんだけど、もう助けてくれたラッキーの手が冷たすぎて、いやー、ブワッとシューってなるとかというか、そういうのとかちょっとやっぱあったね、その寒さ的な問題、ね、うん、しかもさ、上羅になるからさ、そうそうそう、このあと昼休憩挟んでの、うん、ね、上羅って、うん、あんまお弁当食えなくないですか。まあ、確かにそういうのもあったもんね。確かにあったね。ね、うん、だから上羅キャラ大変だよね。結構そう、それは確かにちょっと気を使うのはあるね。ね、だから俺たちさ、めっちゃ食いすぎた時さ、うん、夏とかなのに、うん、ちょっとこれやばい、みんなお腹ちょっと苦しいから締めようぜとか言って、うん、ジャケット着て、クソ暑いのに締めたりとかしてたもん。うん、そう。確かにそれちょっと大あるよね。あるよね、上羅キャラきつい。結構体とかやっぱさ、結構気にしたでしょ、見られるから。まあ、そうね、ちょっと気にはしたけどね。そう、でもなかなか、でもそのなんかね、整えるまでのその時間もなかったりね、撮影が始まっちゃうとね。いや、でも、出てきた時めっちゃかっこよかった。本当は、良かった。やっぱこれみんな聞きたいんだね、これ、はい、高音に南くんがゲスト出演した時の思い出。冒険で、あれでご縁がなくて、うん、で、そこでゴーンジャーのその、に呼んでもらえたから、そのやっぱ撮影現場に行けるその喜びはあったし、ね、で、やっぱそのみんな年齢が近いのもあったから、うんうんうん、ロケバスもなんかすごくみんな受け入れてくれて、うんうんうん、すごい和気あいあいと。そうだね、そう、俺南くんのこと、しかもさ、もともとほら、圭介つながりとか知ってたし、うん、そうだね、そうそうそう、その、レン君とか、うん、やっぱそっちのつながりとかでも、そうだね、もう知ってたから、ね、そう、だからなんか割と受けやすかったし、うん、だってエビちゃんと確か3人で写真撮ったもんね。そう、一緒に写真撮ったもんね。うん、すごい、今でも全然覚えてるもんね。ね、そう、だからなんか俺たちからする圭介くんってもう本当にめちゃめちゃ好青年で王子みたいな人が来たみたいな、あ、そういうイメージだったよ。だからこそ法王ソルジャーの最初に出てきた時のあのヤバいヤバさが際立ったりすぎてあれこれ同じ人かなみたいな、うわってこの6年で何があったみたいな、こうだからすごいびっくりしたよね。あ、ほんと、だからあれは南くんの引き出しになかなかないねキャラだったんじゃないかなって思いながら今週めちゃくちゃ見てましたけど。そうね、30代の南がね、そう、20代の南と会ってて、開花したね、開花。
9玉ゲットしてから開花したのかな。9玉ゲットして、はい、ね、いや9玉っていうのはやっぱ思いの力で出てくるもんなんで、あれはそう真相になったりとかしてようやく手に入れられるものだったりとかするから、一回死にかけたんじゃないかなって思ったりとかしてるんですけれども、でもキューレンジャーのオーディションで、はい、ジョーラでの撮影があったのか、あ、撮影っていうかそのオーディションがあったのかっていう話をやっぱ聞きたいみたいないや、あのジョーラはなくて、ないんだ、なくて、だから最初その変身シーンでケムクジャラでこう変身するときにジョーラになったっていうところがあって、でそこだけだ、最初の本当まだその本もその最初の3話ぐらいしか、僕が登場してからの3話ぐらいしかなかったから、はいはい、そこだけのジョーラだったんだけど、多分それがインパクトがあったのか、なるほどね、毎回毎回その感覚が変わるたびに必ず1話は脱いでた。いやそうなんだ、やっぱ脱がされるんだね。そう、ね、なんかそういうキャラが、キャラ付きがどんどんされていったこの1年の時、はいはい、なるほどね。そうそうそう、じゃあオーディションではなかったの、脱ぎ、オーディション脱ぎはなかった。マジで、あれ勝手にみなみくんが脱いでるわけじゃないでしょ。じゃないんですよ。じゃないでしょ。あれ完全にもう脚本通り脚本通り一言一句脚本通りでもうその後も演出通り演出通り、はい、みなみくんがちょっと開放的になりたくて、あの王子様っていう役をそろそろ出したくてやったわけじゃない、うん、ではなくて違う、うん、ではなくて違う、ね、それでなんか追加のシーンとかもあって、それこそキューレット・ザ・チャンスとかで、はい、それのジョーラで出てくるシーンとかも、あれも監督のもう、あ、そうなんだ、そうですか、持ってきてくださったりとか。なるほど、ね、であともう竹本監督に至っては、うん、もうジョーラのシーンが好きすぎるかなんなのかあの自分もそのアイム・レジェンドっていうその歌をね、はいはい、あのキャラソン歌って、あ、してましたね、はいはい、その MV を竹本監督作ってくれたんですけど、うん、はいはいはい、その MV に出てきたやつは全部そのジョーラの全シーンを入れてるんですよ。すごい、はい、全部詰め込んでんだ。全部詰め込んだジョーラの全部詰め込んだのが MV になってる、アイムレジェンド。めっちゃ面白いね。竹本監督が全部繋いでくれた。それちょっと見たいわ、それ。そうそうそう、ぜひちょっとそれもう全部出てるんで、ダイジェスト版で、ジョーラのダイジェスト版で見れる。超面白いね。はい、で、まあ、宮城も俺年近いじゃないですか。そうね、うん、ってことはあれっすか、見てたヒーローとか子供の時何に見てました？ね、あのターボレンジャー、ファイブマン、ジェットマン。あ、そこなんだ。俺ファイブマン、ジェットマン、10レンジャーなのよ。あ、ターボがない。ターボがなくてか。そう、ファイブジェット被ってんだね。被ってるね。そうなんだ。そうよ、あ、じゃ一緒だね。一緒だ。俺たちもがっつり10レンジャーだったから、9レンジャーで名前がね、10人になった時に、うん、じゃあ名前10レンジャーにしようってなった時にいや、ダメだよって俺突っ込んでもテレビにダメだよっつって、そう、10レンジャーはいるからっつって、そう、間違いないね。そしたらちゃんとキャンプされたから、はいはいはい、よかった。てか、なんなら10レンジャーやったら最後12レンジャー、12レンジャーねっていう感じで、はい、じゃあ最後に、うん、やっぱあの決め台詞というか、はいはい、あのセリフでちょっとやっぱ締めていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、はいはい、初代宇宙連邦の大統領からありがたいお言葉をいただきました。大統領、よろしくお願いします。みんなありがとう。古原やすひさ TV、これからも活目する。ありがとうございますということで、今回のゲストは南圭介君でした。ありがとうございました。活目せよチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。